皆さんこんにちは、ヨーマンテの船崎です。お久しぶりです。こうやって動画撮るの久しぶりですね。今日はですね、ちょっと皆さんに謝罪というか、なかなか動画をこうアップすることができなくて本当に申し訳ないという動画を撮ってます。なんかややこしいですね。本当にすいません。いつも動画を楽しみにしてくれてる方には結構ね、動画と動画の間が空いちゃって、なんか残念な風に思ってる方もいるのかもしれないと思って今急遽これ動画撮ってます。ですね、正直に言いまして今めちゃめちゃ忙しいんですよ。ここに3週間ぐらい前から、お店の方がですね、本当にコロナ前のようなコロナ前よりちょっと忙しくご予約たくさん毎日連日いただいてまして、で、今日はこれ月曜日なんですけど、本当は月曜日定休日なんですけど、その定休日にも今日団体様のご予約をいただいておりまして、その準備で、休日返上で仕込みをしている途中です。で、動画でちょっと紹介もしたようにパフェ屋さんも始めたじゃないですか。で、そのパフェ屋さんも結構おかげさまでお客さん来てくれてて、本当に、よく言う嬉しい悲鳴という状態がここ、もう3週間目に入るのかな、続いてます。ちょっと待ってください。で、動画はだからといっても本当に朝から晩までお店にずっといるってわけでもなくて、例えば昨日はちょっと気分転換に、一昨年卒業したさやかと一緒に近くでもないけど、阿寒の山に登ったりして、なんとか元気にやってます。で、動画はちょっとある程度こう、今日みたいな簡単な動画をポンポン上げてってもいいんですけども、少しこう凝った編集をしたいという僕の気持ちもあったりして、少しお店が落ち着いてからまたたくさん動画、もうこういうね、お店の忙しい忙しくないっていうのは必ず波があると思うので、今はこうやって忙しいですけど、またメディアとかがちょっとこう感染者数がたくさん増えてきてよって言って、はーい、はい、すいません。どこまで話したかな。そんな感じで、ともかく今は少し忙しくて、で、動画を、こういうね、簡単、割と編集が少なくて済む動画をたくさん上げてもよかったんですけども、結構動画編集も好きなんですよ、僕。なので、ちょっとこう、凝った、おしゃれな動画とかも上げていきたいなと思うので、今は、すいません、こうして直接お店に来てくれてる、お客様のためにちょっと、しっかり時間を使いたいと思ってますので、ね、こういう波がまた落ち着いた時、そんなね何ヶ月後とかじゃないです、来週とか再来週ぐらいには少し時間が空くと思うので、予約台帳をこうやって見ると結構もう今がピークのような気がするんで、忙しさね、それが落ち着いたらまたしっかり動画も作っていきたいと思いますので、ちょっとだけ視聴者の皆様我慢してください。はい、今は僕はちょっとこの実際に来てくれてるお客様に、すごく時間を使いたいというそういうタイミングかなと思ってますので、本当お許しくださいということで、また次回の動画でお会いしましょう。ありがとうございます。